こんにちは、アツです。この度、インスタグラムでパラフレーズ英会話という動画シリーズを開始することにいたしましたので、ここで告知いたします。このパラフレーズ英会話の目的というのは、皆さんが普段よく使っている語彙を意識的にネイティブ語彙に置き換えていくことによって、皆さんの語彙レベルを高めて、皆さんの英語をよりネイティブに近づけていくというのが、この動画シリーズの目的になります。で、パラフレーズってそもそも何っていうふうに思っている方もいらっしゃると思うんですけれども、パラフレーズというのは一言で言えば言い換えです。つまり、saying something using different words or expressions。これはよく英辞典とかでこういうふうにパラフレーズは紹介されていますが、例えばですよ、of course、もちろんっていう表現ありますよね。あれを意識的に sure thing、sure thing という表現に置き換えるわけです。Of course というのはよく日本で英語学習されている方だと聞く表現だと思いますが、 Sure thing っていうのはなかなか聞かないと思うんですね。ただネイティブはよく使うわけです。このように普段自分が使っている語彙というのをネイティブがよく使っている語彙に置き換えていく、意識的に置き換えていくというのがこのパラフレーズ英会話でやろうとしていることです。で、どうしてこのパラフレーズという意識的な作業が重要になってくるかっていうと、この意識的な作業を行わないと普段から同じ単語にどんどん逃げてしまうわけですね。例えばさあ行こうかっていう風になった時に、何か作業しててもう終わったから行こうかっていう風になった時に、もし何もこのパラフレーズのことを意識していなかったら、多くの日本人の方っていうのは Let's go っていう風に言ってしまうわけですね。で、Let's go は別に悪い表現でもないし、ネイティブもよく使う表現だし、それ自体に全く、間違っている部分とかそういうのはないわけです。ただ実際にネイティブが同じ状況で同じような感情を言葉で表現しようとした時に、常に Let's go っていう表現を使うかというとそうではないわけです。Let's bounce とか Let's pack up とか Let's head off とか、いろんな表現をですね、ネイティブというのはストックしてあって、それを使っているわけです。なので Let's go が間違っているわけではないけれども、同じ状況で同じことを言うときに選べるバラエティの話になってくると、ネイティブといわゆるそのパラフレーズを意識していない人との間にはこれだけの多くの語彙のバラエティのギャップというのが生まれているわけですね。で、このギャップを埋めるには何をしなければいけないかというと、意識的に普段使っている表現を普段自分がよく使っていない表現に置き換えていかないといけないですね。つまりパラフレーズしていかないといけないわけです。この作業をする機会というのを私はインスタグラムで提供したいと思っているわけです。それでは、これからパラフレーズ英会話を使ってどんどん自分の語彙を新しい語に書き換えていくことによって、より自分の英語レベルを一緒に高めていきましょう。それでは楽しみにしていてください。 See you next time. Bye.